今回は、ド・モアブルの定理を用いた計算について学習していきましょう。まず、ド・モアブルの定理について確認しましょう。ド・モアブルの定理とは、n が整数のとき、括弧コサインシータプラス i サインシータの n 乗、イコールコサイン n シータプラス i サイン n シータが成り立つことを言いました。次にド・モアブルの定理を用いて問題を解きましょう。例題、括弧ルート3プラス i 分の1プラス i の n 乗が実数となる最小の自然数 n の値を求めましょう。まず余式を極形式で表します。極形式の性質を確認し、自分で計算してみましょう。次に、虚部の係数を確認しましょう。余式が実数となるための条件は、虚部が0となることなので、sin12 分の nπ イコール0となります。最後に、条件を満たす最小の自然数 n を求めましょう。sin θ イコール0のとき、θ イコール kπ となるので、今回の問題では、12分の nπ イコール kπ となります。よって、n イコール 12k となります。以上より、求める最小の自然数 n は k イコール1の時で n イコール12となります。これで例題はおしまいです。それでは練習してみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしましょう。ド・モアブルの定理を用いて計算すると、n イコールマイナス6となります。最後に今回の学習のおさらいです。まず、余式を極形式で表します。次に、虚部の係数を確認します。最後に、条件を満たす最小の自然数 n を求めます。これで今回の学習を終わります。